半熟英雄は第一作が1988年にスクウェアから発売されたリアルタイムシミュレーションロールプレイングゲームの作品でありまたシリーズの総称である1988年もともと PC 向きに作られていたものをファミリーコンピュータ用ソフトとして第一作が発売家庭用ゲーム機としては初となるリアルタイムシミュレーション RPG とされている 本作発売以前のシミュレーションゲームは、コマとなる1キャラクターの能力を示すステータスの表記が多く、それによりシステムが複雑なものとしていたが、本シリーズではそういったものを極力排除し、視覚的にわかりやすく、感覚的に遊べるゲームに仕上げられた。攻略した城の収入を元手に領土を拡大するシステムではあるが、内政に注意を払う必要は少なく、 最新作の4では完全に廃止。基本的なシステムは最新作でもほとんど変化していないが、より戦闘に特化した内容となっている。物語はゲームとしては非常に異色なもので、登場人物は舞台の上で芝居を演じるという形をとっている。前編がコメディタッチで描かれ、ギャグやパロディが随所に散りばめられている。 半熟英雄シリーズ一作目となる作品。VC 版はエミュレーションで、内容は FC 版と全く同じ。ダウンロード配信。全3話だが、マップや登場する敵国数が違うだけで、基本的な展開は同じ。ただし、最も難しい第3話をクリアすると、スタッフロール付きのエンディングになる。元祖半熟英雄第1作のリメイク作品。 グラフィックが SFC 版に準じたものとなり、インターフェースやゲームバランスが改良されている。半熟英雄シリーズ2作目。WSC 版は、スクウェアマスターピースシリーズの一つとして登場。一般公募で採用された12体のエッグモンスターの追加一部の切り札、エッグモンスターの名前の変更を行っている。2017年10月19日に、Android iOS 用にリメイクされ、配信された。課金アイテムや、エクストラステージ、図鑑モードおよびチャレンジモードの実装を行っている。他、漫画家チョボラ、ウうにょぽみ公ンエッグモンスターと、一般公募で採用された8体のエッグモンスターを、追加。さらに、セガとのコラボキャラとして、ドクターエッグマン、カーバンクル、レンタヒーローが、エッグモンスターとして登場する。全12話。 メインクリア制で最初の1話をクリアすると2話、3話と進めていく。また最終話に登場する中ボスとの戦いの結果によってラスボスの形態が2種類に分岐する。登場するエッグモンスターは公募作品の採用も含め雑誌掲載とゲーム本編で名称の変更が多くされている。半熟英雄シリーズ三作目、前作までと設定が変わり、 主人公の王子は11歳の少年になっている。全13話、前作同様、メンクリア性。ただし、第1話は、先代の話で、本編は、第2話から。なお、タイトルの 3D は3作目としての、3という意味も持ち合わせている。作品の根底にあるテーマは、ステージやボスに見られる、コンピューターグラフィックスの進化と、 昨今の 3D グラフィック重視の風潮への自虐と皮肉が特に挿入曲絶叫すべき方向に込められている。このためアルマムーン軍が終始ドットへのキャラクターであるのに対しステージを進めるほど敵軍は最先端のグラフィック技術を使用したものへと変わっていく。また BGM の大半は初代のアレンジになっており、 その中には8ビットゲーム機風の音源が使われているものも多い。本編と違いジャンルは RPG である。エッグモンスターヒーロースクエア、エニックスのニンテンドー d s 参入第一弾ソフトで同ハード発の RPG。外伝だが内容は番外編に近く、本編とは人物関係などがやや異なる。主人公は作のデザインだが、 ストーリーは2作目。半熟英雄」は、世界を半熟なれ。をベースにアレンジしたもので、カトリ王国の設定も異なる。また、システムも本編と異なり純粋な RPG になっている。半熟英雄モバイル2007年に配信サービス、終了。作品によって多少システムが異なるものの、基本的には、以下のようなものである。一つの章につき、 フィールドマップが一面ずつ用意されている。マップ上に複数の城があり、アルマム運城を拠点として将軍を派遣してすべての城を占領し、その後に新たに現れる敵拠点に陣取るボスを倒せばその章のクリアとなる。イベント各章の始めと終わりに発生するストーリーに関わるイベントと月1コマンドなどで発生することのあるランダムイベントに対別される。フィールド画面と 1> 月1コマンドを大きく分けて、戦闘パートと内政パートがある。戦闘パートでは、フィールド画面を表示している間は、ゲーム上でも時間が経過する。ゲーム上で1ヶ月経過すると、内政パートになりつき、1コマンドと呼ばれる画面に切り替わる。イベントが発生することもある。すべてのイベントの終了後に編成画面に切り替わり、この画面で将軍の登用、兵士の募集、 城の築城などによる軍の増強ができる。切り札も作品により変えるものと変えないものがあり、第3作では敵を倒した時に入手するテトリス状のブロックを組み合わせて開発、量産する。編成画面を終了すると、再び戦闘パートに戻る。ただし内政パートは、基本的に戦闘の補助が多いため、隠しコマンドも戦闘に特化している。 戦闘パートで動くことができるフィールド上には、城以外にも温泉や洞窟などの施設があり、それらに将軍を派遣することで、ランダムイベントが発生する。洞窟のみ、将軍を派遣した翌月の月1コマンドの際に、イベントが発生する。イベント詳細を参照。また、モモリスや屋台の玄さんといった、ランダムに登場する NPC も存在し、 それらと将軍が遭遇することでもイベントが発生する。第3作まではフィールドのほとんどの場所に任意で移動ができたが、第4作では特定の場所指定のみとなっている。敵勢力は全作品を通じてチートがかかった状態になっており、財政赤字は決して発生せず、兵士も無人像に持っている。味方は将軍募集ができないフィールド画面においても、 時間経過で勝手に将軍が補充される。このため、敵の将軍を全て撃ち取っても、城が残っていれば、時間経過によって将軍が補充されてしまう。ただし、第2作以降のボスキャラクターはこの限りではなく、倒した時点で勝利となる。また、第2.4作で敵が使う卵は、使用回数の回復はされず、壊してしまえば修理もされない。 ゲームオーバーアルマムーン国王を含む主要キャラクターが倒されるが、本拠地が敵に占拠されるとゲームオーバーとなる。第1作目では、葬式。第2から3作目では、サンズの川か天国のどちらか。第4作目からは天国。月1コマンドの内容召喚システム、エッグモンスター本シリーズ最大の特徴。将軍の持つ卵から、 エッグモンスターと呼ばれる怪物を召喚し、兵士たちの代わりに戦闘をさせることができる。この時、敵将軍がコマンドを選択して、エッグモンスターに挑んでくる。左に人物、右にモンスターの構図は、ちょうど、ファイナルファンタジーシリーズの逆になっていて、ここに逆転的な面白さがあった。プレイヤーサイドが、モンスターで敵を攻撃するシステムは好評で、 ファイナルファンタジーシリーズの召喚魔法やアビリティ、操るの原型となった。ファイナルファンタジー V では、エッグウマンが召喚獣として登場する隠し演出があった。第2.4作では、敵側も卵を持っているため、敵軍も同様に召喚して、エッグモンスター同士が戦うこともしばしばある。特にボス戦では強力なエッグモンスターが必須である。卵には、 数種類あり、その種類によって召喚できるモンスターは異なる。エッグモンスターの中には、他の自社作品のキャラのパロディであったり、そのままエッグモンスターとしてゲスト出演している者も,もいる。記述したように、イベントはストーリーに関わるイベントと、主に内政パートでの月1コマンドの際に発生するランダムイベントに対別される。また、 1> 月1コマンドの際に発生するランダムイベントは特定の月に必ず発生する定期イベントとその他のイベントに対別される。ここではランダムイベントを中心に代表的なものをいくつか解説する定期イベント第2作より登場。その他のイベント洞窟に将軍を派遣した際に起こるイベントアルマムーン国彼らは二次元世界の 住人である二次元人であるが、真横がない正面と、後ろだけのグラフィックであり、頭だけ、わずかに横を向く程度。この点は、前作と異なるので、正確な二次元なのかは不明。ただし、ゲーム中の設定であるため、イメージイラストやムービーでは、横向きの姿が見られる。カトリ王国第三作、半熟英雄隊 3D より登場。彼女たちは三次元人であるため、 二次元人と違い、全方向を向くことができ、舞台を歩く足音もそれぞれ設定されている。また、二次元人よりも三次元人の方が等身が高い。第二作の貢ぎイベントのキャラクターたちと共通する点もあるが、こちらはきちんと貢いだ分だけ、キャラ能力として反映される点で異なる。エッグモンスターアルマムーン王国伝来の卵によって呼び出される。 作品によって移動があるが、卵の種類は以下の通りで。第2作では戦闘終了後に卵の種類が変化することがあるため、本来の持ち主ではないものが使用できることもある。第4作では、最初からエグモンを召喚できるのは英雄の卵だけで、それ以外は英雄からエグモンを借りて呼び出す、スピンエッグしか持たない。イベントに関わるものエグモンには、個性的で、 バラエティに富んだキャラクターが多数存在する。ここでは、ストーリーやイベントに関わるもの、及びシリーズ解禁のもののみを記す。全作品に登場完熟軍将軍、英雄将軍将軍は、第一作では、全員が、ギリシア神話、ローマ神話由来であったが、二作目以降では、スパイス、ハーブ、菓子種類など、 食べ物系の名前を持つ将軍や自社作品キャラの名前を冠した将軍が追加されている。3作目では制作スタッフのあだ名などを冠した将軍が多数登場し、4作目では開発室という場所でのみ仲間になる。また、4作目では旧エニックス作品の人物も将軍として追加された。ミント将軍は初登場の二作目ではハーブ由来のオリジナル人物だったが、 三作目からはデュープリズムのミントに変わっている。趣味はそれぞれ食べ歩きと負けず嫌い。ガイドブックによるとスタッフ将軍のパラメータはスタッフ各人自身に決めさせたとのこと。また二作目以降では各将軍に趣味というステータスが設定されている。このステータスはゲーム進行には何も影響を与えないが、 初角戦当時の強弱などパラメータの工程のみで見られがちな新軍ユニットにキャラクター性を持たせプレイヤーの感情移入を促している。コアなプレイヤーの一部には将軍ファンと呼ばれるような人もいる。4作目では新軍ユニットの役割が後述の英雄に移り、英雄一人につき将軍が二人まで共に行動することになる。ファイヤーエムブレムシリーズのように 一度死亡した将軍が二度と登場しないということはない。また、将軍のグラフィックは、主人公や英雄などの例外を除き、すべて汎用である。グラフィックでは、性別と書き、タイプによる区別があるのみ。そのため、比較的安易に将軍を使い捨てることができる仕様になっている。また、この、再登場するという仕様は、将軍雇用システムに応用されており、 敵側の将軍を倒すことで味方として雇える可能性が発生したり味方の将軍で死んでしまったものが敵側の将軍として立ちはだかることもしばしば発生するそのため雇いたい将軍が敵軍にいるときは少なくとも一度倒さなくてはならない趣味以外の将軍それぞれの志望動機などのプロフィールは4作目から登場しておりスマートフォンアプリ版 第2作にて、将軍それぞれの解説項目が追加されている。次軍に最初から使える、将軍一度死亡すると、以降は他の将軍と同じ扱いになり、敵に回ることもある。能力は全体的に高いが、第4作では平凡。その代わりとして専用アイテムがあり、装備すると大幅に能力が上がる。将軍パラメータ英雄第4作に登場。 前日のアルマムーン国を、アルマムーン国大臣を含めて、基本的に全部で7人。そのすべてが、ストーリーに関わるメインキャラクターであり、今作にて自軍が移動ユニットを率いることができるのは、この英雄だけである。戦闘においては、将軍と似た存在であるが、将軍との違いも存在するので、以下を参照。その他敵国敵国には、君主が設定されていない。 したがって、君主を倒せば、勝ちになるとか、展開が有利になるといった仕様はない。敵国はたとえべての将軍を打ち取ってもその時点では、勝ちにならず、城をすべて落として初めてその国を倒したことになる。なお、敵同士でも戦争をしており、最初は一国一条だが時間が経過すると勝った側が、領土を拡大していく。さらに敵国は支配上数に応じて、 将軍の戦闘能力にプラス補正がつくため、強国が一層有利になっている。また、外交要素は一切ない。初期段階ではオルメカ国に強い将軍が多く、領土を拡大しやすい。以下の各国の設定は、ファミコン版の取扱説明書による。がついているキャラは、エッグモンスターヒーローにも登場している。 完熟軍完熟軍以外ゲスト出演二次元人 3D 軍四次元人その他、英雄名前はいずれも曜日に由来する。本編にて登場ダンジョンの住民主に戦闘で使用し特別な効果を発揮するアイテム。卵を使いたくない、あるいは使えない場合の代用品でもある。第三作までは戦闘で使うものばかりだったが、第四作では戦闘以外で使う切り札や、 装備しただけで効果を発揮する切り札も登場した。さらに、第四作ではイベントに必要な切り札もある。敵が切り札を使ってくることはない。第四作では役に立たない切り札も多くはホームレスとの交換により有用な切り札に変えられる。ただし、ホームレスは独自のレートを持っていて、それに応じた切り札しかくれない。役に立たない切り札を強力な切り札と、 交換してくれる場合もあれば、逆にこちらが所持している強力な切り札を、役に立たない切り札と交換しようとする場合もある。第2作では切り札ごとに、レベルが設定されており、出撃時に所持している、切り札のレベルの合計が一定以上になると、卵を持っている。敵将軍は戦闘開始直後に卵を使用する。切り札のレベルは隠しパラメータであり、ゲーム上では表示されていない。 以下、主な切り札を紹介する。うちの数字は、登場作品。第2作及びそのリメイク版では、杉山孝一がゲーム音楽を手掛け、それ以外の作品は、ファイナルファンタジーシリーズの音楽を手掛けた、植松信夫が主として担当している。また、第4作では、伊藤健二らもゲスト参加している。第2作の音楽が植松ではなく、杉山である理由は、 杉山が第1作の大ファンであり、第2作の企画発案の段階から積極的に関わっていたためと言われている。第2作は杉山なくしてはありえず、現在の半熟英雄シリーズもありえなかったとされる。第3作以降のレンダリングシステムでスタミナ消費のオートモードが選択できるのは、あのレンダね、僕にはきちんでオート入れてくれるかなという杉山の要求に従ったものである。 シナリオ間にはたびたび架空の CM が流れるが、3D4 では実在する企業の CM が採用されており、ゲーム中で本当に流れることがあるほか、ゲームクリアをすると嘘の次回作予告まで登場する。ただし、一部の嘘予告のネタに近い作品が実際にリリースされている。第3作から勝利曲が FF シリーズの勝利曲をコミカルにしたような曲が複数あるが、 あくまでも曲調がパロディになっている程度である。ファイナルファンタジー V の召喚アイテム、魔法のランプは本シリーズのエッグモンスター召喚をパロディにしたものであり、使うごとに召喚できる召喚獣のランクが下がっていくのも同じである。また、FF シリーズ唯一導入された半熟英雄ネタであり、エッグマンの召喚条件でもある。いずれも、第二作、半熟英雄は、 世界を半熟なれ、をコミカライズしたものになっている。ありがとうございます。